はい、こんばんは、こんばんはって結構初めてかもしれないね。今日はね、お昼あのビデオ、全然回してなくて珍しくで、今日のねご飯は西麻布にある五行さんっていうね、ラーメン屋さんなんです。こう見えて、前から気になってたんですけど、初めてねちょっと、行ってみようと思います。じゃん、判明しました。ラーメン屋と思ったのがラーメン屋だけじゃないや。なんかいろいろあるから、パクチーサラダとかね、これも頼んでみようと思います。アヒージョとかもあるじゃん。やべ、アヒージョ、ママ好きそう。エビマヨとかアボカド天ぷらだって。フライドポテトもルイ君用に頼もうよ。じゃあで、はい、ラーメン、まあ、一番人気のラーメンを食べて、おしまいと、そういう感じだね、これね。はい、店内はね、こんな感じになってます。こんな感じね。まずは生ビール入ります。はい、一口餃子入ります。美味しそうじゃんね。柚子胡椒とか入ってる、うん、美味しい美味しい美味しい。さあ、フライドポテトまで売ってました。なんと食べてみます。チーズが乗ってるね、すげえうまい。これいい感じですね。じゃあ今度、はい、レオが頼んだ。何レオ、何焦がし醤油、飲んでみます。いや、本当に焦げてる味がする。初めて食べる醤油ラーメン、いいね。はい、じゃあ今度ママが拍手した味噌食べてみます。味噌やばい。この味噌もね、今まで食べたことのない味の味噌だね。これちょっといいかもしれない。はい、じゃあ今度ね、僕が頼んだ塩いってみます。塩どうでしょうか。塩もね、これ最高。でもね、一番塩はどっかでも食べたことあるかな。この味噌と醤油が今までに食べたことのない味で美味しい。全部ね、細麺だね、細麺。これ今度はね、ガーリックシュリンプ入りました。もう食べてみます。これも普通になんかどっかの中華社、美味しい中華屋さんで食べるのに負けないぐらい美味しい。いい感じだね。ということでですね、焦がし醤油、味噌、そして、塩、3つ食べた中で、あとね、もう1個豚骨があるらしい。3つ食べた中では、僕はナンバーワンは焦がし醤油、ママは味噌、レオは塩、リノアは味噌。あ、濃い、味噌が好きなの。リノアも味噌。結構ね、ちょっと今回普通と違って、濃い、薄いのが大好きな2人が一番濃い味噌を選んだ、そういう感じでした。でもこれはいいね、超おすすめ。ここ五行さんでした。もう一回、ルイです。言ってもらって、ルイです。かわいい。ポテトマトライムが溶け込められる。なかなかずっと来れてなかったので、来れてよかったです。あそこがミッドタウンね。だからまあ六本木に近いのかもしれない。そんな感じです。まあでも西麻布の交差点ね。以上、終わり。